注意。早々に長江を越えさせてはならん。何としても奴の進行を食い止めるのだ。戦線を押し戻したいところですが、それには曹操を一度退けねばなりませんね。これを取るとは、ええ、水上戦には不慣れみてえだな。足元がふらついてるぜ。先生は俺たちが死守する。すごいぞ郊外、やっぱり年は関係ないんだな。こうも無様な姿を晒すと、たかが水族と侮った報いか。なんか曹操軍大したなかったな。水の上じゃあんなもんか。5人がお相手いたす。曹操軍が武の髄、目に焼き付けられよ。こいつら強いな。道理で、すごく目立っているわけだ。急を据えてくれるわ。この目標、我らの武で制する。我がまだ頂点に及ばず、ここは引く。あるまい。拙者は徐孔明、腕に覚えあらばお相手ねなん。こちらが優勢だったはず。どこに見落としがあったのか。敵将高校生が討ち取った。いや、すごいです。年の子なめるなよ。郊外、この程度の活躍に浮かれるな。お主にはさらなる活躍を期待する。見事な武勇でござった。またいずれ再戦せん。
強さ、仲間として誇りに思うぞ。すごいぞ、郊外。やっぱり年は関係ないんだな。どうにか勝ったが、やっぱ総将軍は強えな。傷ついた兵の夜で何があろうと守り抜く。これ以上皆は傷つけさせません。私があなた方を止めましょう。敵の狙いはこの地と見た。者ども、守備を固めよう。ついた皆を守れなかった。敵将高校服が討ち取った。ここを死守する。皆一丸となって鉄壁の要塞と化すのだ。年の子をやめるなよ。死の子舐めるなよ。敵将高校服が討ち取った。すごいぞ。まあ、やっぱり年は関係ないんだな。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。我が波動、阻む者は切り捨てるのみ。暴走様の邪魔はさせねえだよ。おいらが相手だぞ。こう焦ったか。俺が死ぬお前を殺すのか。ジュリア！
よくも抗う者よ。ここはわしの歩みを止めることはできぬぞ。どうにか曹操で進行を食い止めた。奴はすぐに体勢を立て直そう。この後曹操とどう相対するか。孫悟にとって最善の道を探らねば。ここは引かねばならんか。まだ我が覇道はまだついえたわけではない。やったな。お、見事曹操軍を追い返してやった。曹操軍、降伏しか。曹操になどたとえ勝機がな。殿、周瑜よ。道は定まった。撃つべきは曹操、守るべきは孫悟。孫権殿、曹操との決戦はそこまで迫っている。準備は抜かりないか今一度確認しなくては。毎度どうも。
敵さんじゃ。おっ、よし、曹操のついに決戦の時は来た。曹操軍を引きつけた後、波形にて焼き払う。火を見て敵を挑発する船を出す。皆、それまでは奮戦し持ちこたえよ。西郷様と長院様が処刑されたって話だ。何でも敵に内通していたのがバレたらしい。おいおい、お二人なしで戦うってのか。水上戦を指揮できる方なんて他にいないぞ。それじゃ叶わんな。あんたらの企み暴きたかったんだがね。未熟よな。年季が違うわい。すごいぞ郊外。こっちに来てみろ。見えすぎた挑発よな。もはや膨らみを用いねば勝てぬと踏んだが、弱腰になった敵を押し潰し勝負を決する。ヤツらの本陣へ向け出撃せよ。もう科学か。今さら奮戦したところで何も変わりはせんぞ。数はまだか。しゅ、いや、
戦だ。曹操よ、孫家三代の名代として再会の挨拶に参ったぞ。郊外殿が道を示してくれた。孫吾の将兵たちを狂い立て、今こそ曹操を打ち破る時だ。違うぜ。待ってろ曹操、目の組俺たちが取る。奴が曹仁のもとへ逃げ込む前に討ち取るのだ。曹操が味方と合流する前に打ち果たす。全軍急ぎ追撃を開始せよ。敵陣に炎が上がった。家計は成功だな。だが思ったよりも燃えてないぞ。家計の準備を敵の艦長に邪魔されたらしい。これが原因かもな。何が炎から逃れられたぞ。俺たちの船に燃え移らなくて助かった。ああ、もし船を繋いでいたら船団は全滅だっただろう。年の子舐めるなよ。よきを決定。俺たちで敵の要所を攻め立てる。ここが手薄なのはいけませんね。皆さん、私たちでここを守るのです。年の子、曹操殿をここで散らすわけにはまいりません。華麗に進軍し、急ぎ本隊に合流するのです。お前を先には行かせない。俺がここで燃やし尽くしてやる。曹操殿、どうかご無事で。よし、いい感じだ。この勢いによって曹操を追いかけるぞ。優美か、年の子。まさに手中に勝つなりだな。曹分裂か、前を仕留める。敵の勢いが勝っている。ここで負けるわけにはいかない。せっかく劉備を見つけたのに、俺の無力が憎い。曹丕を退けることができた。これで何とか味方と合流できそう。未熟よの年季が違う。
おお、よくやってくれた。未熟よの面気が違うわい。超分煙これにあり。何人もそう物に触れさせはせぬ。上領殿、微力ながらこの低中毒も力になろう。ここを七と定めよう。待て、私を避けて年の子を追えると思うな。やめるなよ。天命、宗神様が殿をお待ちしております。この戦は宗神のもとへ至ればわしの勝ちよ。さもなくはここで果てることになろう。これがお主の虎の力か。見事だ。そうそう、我らの追撃を振り切る。だがこの敗戦で当面は立ち上がれまい。奴らの動けぬ隙こそ勢力拡大の好機。我ら孫悟は今より天界と飛躍するのです。劉備様の行方が分かったぞ。どうやら曹操に向けて進軍中らしい。よかった、本当によかった。よし、俺らももう一踏ん張りするぞ。曹操軍はか諸葛亮殿。諸葛亮殿。曹操は赤壁で散々に打ち負かし、孫権様、作戦は慶州を得るため高陵にいる宗神を撃つ。気を抜いては、あれは、あれれ、味方が走ってきてるよ。ねえねえ、どうしたの？何か困りごと？船が故障。で、でね、周遊様、敵将の船が故障。なんとか
間に合ったか。急ぎ部隊を再編成し援軍に回せ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。進軍せよ。惑わずひたすらにかけるのだ。青いな。先ほどの一撃はお前の急所を貫いて、これ以上の抵抗は苦痛を長引かせるだけだ。私はまだ終われぬ。本当のためにそんなのためにも覆されてしまった。この一戦が孫王の未来を決めるのだ。たとえこの身がどうなろうと戦い抜く。未熟よな。年季が違うわい。後悔、この程度の活躍に浮かれるな。お主にはさらなる活躍を期待する。守り抜くのが我が務め。何人であろうとこの盾は貫けぬと知り。自分には支えてくれる同胞がいる。ならばそう思考。今こそ不動の盾とならん。年の子なめるなよ。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。
を得た。これで孫悟の飛躍も叶う。私、なすべきこと。俊也様大丈夫？ねえ、俊也様、しっかりして！いかん、早く手当てしなければ。急ぎ俊也殿を本陣までお連れしろ。何？おのれ諸葛亮、卑劣な策を露し慶州を奪うとは。落ち着け周遊、竹っては傷に触る。我が身の傷など孫悟が失った気に比べれば何ほどのこともありません。周遊、いいのだ。今お前自身の身を厭え。殿、申し訳ありません。よろしく。すまない。道半ばにして全てを君に託さねばならない。ああ天佑、あと一手、孫悟の天下のためあと一手打たせてくれ。周遊、周遊殿、周遊よ。ロシク、周遊、体の具合は。あの姫、今全軍に命ずり、これより孫悟にあだなす敵、劉備を討つ。危害を加えるな。狙うは劉備ただ一人。全ては孫悟の未来のため。両者かかれ。
全力をもってここを死守するのだ。姫様、あとは自分たちにお任せを。みんな、私は姫様の護衛、どうかお供させてください。兄さん、それ我が刃。わしらは周囲に重荷を。